ふくらはぎのむくみを取るためのトレーニングを、ふくらはぎを取るためのストレッチか、まあ、ストレッチ、ね、またストレッチですね、はい、少しこう体をくの字に作っていきます。もうこれができなさそうなんですね。で、この時にかかとがこう浮かないようにですね、はい、かつ背中がこう丸まらないように、なるべくお尻を後ろにキュッと突き出すような感じで姿勢を作ります。はいはい、背中をまっすぐにするぐらいの気持ち、まっすぐですね、はい、でそしたら右足の上に左足を乗せます。で、かかとは浮かさない。そうです。はい。ここからかかとは浮かしていきます。はい。ゆっくりつま先立ち。そしたら、またかかとをつけて、ふくらはぎを伸ばす。これきつそう。ふくらはぎを縮めて、ふくらはぎを伸ばす。これを繰り返してやっていきます。今これ、右のふくらはぎのストレッチをしているようです。そうです。はい、で、反対になると、かかとをつけて左足の上に右足を乗せます、はい、でそのままつま先立ち、ふくらはぎを伸ばしてかかとをつける。なんかちょっとクラウチングスタート的な感じですかね、体勢的に。そうですね、ね、結構前につんのめってるイメージが。で、なのでこう肩で少し押し返すような感じの姿勢を作ってあげるとふくらはぎ伸ばしやすくなります。うん、わかりました。もう本当僕もこれ初めてやるんで、初心者の皆さんも一緒に僕とやっていきましょう。まずくの字を。こうなりますけど、もう少し手前で大丈夫です。で、膝を伸ばして、はい、そう、なるべくかかとが浮かないように。うわー、これは。で、そしたら左足を右足の上に、あー、そう、はい、で、背中が丸まってるんで、まっすぐお尻をもっと突き出す感じ。そうで、かかとを無理じゃあ、そしたら近づけられるところまでで大丈夫です。じゃあ、そしたらふくらはぎを縮めてつま先立ち。そう、ゆっくりいきますよ。はい、2回目。そう、ぐっと伸ばす。ゆっくり焦らなくて大丈夫です。持ち上げて、ストレッチをかける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 。しっかり肩で自分で押し返すように意識してください。持ち上げて、ストレッチをかける。あと3回いきます。持ち上げて、ストレッチをかける。持ち上げて、じわーっとかけます。すぐ上がってこない。はい、最後持ち上げて、ストレッチをかける。もっともっとふくらはぎ。はい、オッケー。もうあれやってこれやって、これもしちゃダメ、あれもしちゃダメ、たくさん食べるけど太んないでって言われてる気分。めっちゃ辛いこれ。え、これみんなできるんですかね。できるのか。特にスクワットで姿勢が取りづらい方は、はい、ふくらはぎが硬くて、そう、なかなかうまくしゃがめないっていう方が多いので、はいはい、このストレッチは結構ふくらはぎのむくみを取るだけではなくて、スクワットで綺麗な姿勢を取るためにも必要になっていきます、うん、ただ重さをね、重さと回数やればいいってもんじゃなくて、こうちゃんとした姿勢でやらないと意味がないんで、そうですね、柔軟性確保して体を上がってした状態で綺麗なフォームでスクワットをやれば効果も出やすいってことですよね。そうですね、やっぱりめちゃくちゃなフォームだと、つけたくないところまで筋肉がついてしまう、うん、確かに正しいフォームは大事です。めちゃくちゃ喋って時間を今遅らせてるのに気づきました。やります、いきましょう。だからこうくの字、そう、少しくの字を作りましょう。で、右足を左足の上に乗せます。そう、焦らなくていいのでゆっくり、ここですね、伸ばしながら。じゃあつま先立ちで縮めて、そう、ここを意識して縮めて、ふくらはぎを縮めるようにつま先立ち意識してください。ふくらはぎを縮める意識で、そう。で、その縮めた筋肉を伸ばしていく。縮めて、そうですね。これを伸ばしていく。きつい。まだ。伸ばして、こう体が震えてるっていうことは、筋肉が嫌がってる証拠ですね。体が嫌がってます。ひじめっこ。そう、もっと伸ばせる。そう、息吐いて、そう、もう一回かます。
をもう少しかけます。まだまだすごい追い上がってますね。まだいきますよ。そう、お尻を突き出すイメージ。あーあー、すごい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 、いいですね。きつい。あ、ゆっくりとここでふくらはぎで縮めて、そう、そのふくらはぎ、かかとをつける。もっともっと肩で押し返して、肩で押し返す。そう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 。あと3ついきます。マジ？ふくらはぎ縮めて、少し下げてますね。そう、ゆっくり持ち上げて、そう、かかとつける。もっともっともっと、あと1回、せーの、ここ伸ばして、そう、肩で押し返す。もっと押し返す、押し返す、押し返す。あー、はい、オッケー。やばい。あともう1セットずついきましょう。あ、僕が死ぬ気で足震えてる中、金子さんの顔見ました。こっち見て、ああいいですねって言ってましたよ、はい、気持ち悪くないですか。これでもちぎれないんだね、アキレス腱とか。むしろ硬い方がちぎれちゃいます。あ、そうなんだ、はい、やっぱりこう柔軟性があることによって、こうアキレス腱が切れてしまうっていうのは、こう瞬間的に伸ばされた時に硬くて、そのままブチンって切る。なるほど。だから、まあ、怪我しやすいんですよね。そうですね。ある程度やっぱり柔軟性があった方が、スポーツとかランニングとか、まあ、走り込みとかやるときなんかにも怪我しない体作りにはなってきますね、柔軟性がある方が。うわー、これほんときついな。もしかしたらこう滑ってしまうので、あの裸足の方が滑らなくていいかもしれない。ちょっと裸足にしましょうかね。じゃあ行きましょうか。うわー、そう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 、なるべく、そう、なるべく遠くにならない、遠くになります。ああ、この背すごい綺麗ですね。できたらもう少し胸張って背中をピンと張るとですね。じゃあそしたらつま先立ちでふくらはぎ縮めます。で、かかともっとつける。もっともっともっと。ああ、でもさっきよりもだいぶ、そう、膝伸ばします。そうそうそう。膝曲がらないように。上げて、かかとをつける。もっとつける。もっと。もっともっと膝伸ばす。そう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 。痛いです、痛いです、痛いけどいいんです、痛いけど、痛いのがいいですからね。はい、縮めて、はい、伸ばして、もっともっと痛い、ああ、もっと痛いところ、そう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 、はい、膝が曲がらないようにしますよ。膝常に伸ばしたままつま先立ち、そうで伸ばす。今のすごい綺麗、今のフォームで3つ。そう、ふくらはぎ伸ばして、もっと伸ばせる、もっと伸ばせる。あ、もう一回。あ、もっと肩で押して、肩で押して。あ、そうそうそう、最後。そう。もっと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 、もっと、もう少し、もう少し、もう少し。はい、オッケー。最後逃げましたね。反対側も、行きましょう。もう、いかに電気もないですね。これマジでも、あの、僕もこんなブンブン言ってますけど、自分のためですから。そうですよね、体のことは本当自分のためにしかならないんで、誰のためでもなく自分のためにやりましょう。ではしっかり伸ばしたところから縮めていきますけど、そう、綺麗。かかとをつけます。もっともっと肩で押し返して、そう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 、押し上げて、かかとをつける、もっとつける、そう、意識意識、ゆっくりとここで縮めて、そう、もっとかかとつけて、かかとつくまで、そう、焦らなくていいですよ。ゆっくりじわっと伸ばしていきます。そう、もっと息吐いて、息吐いて、リラックスリラックス、そう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 、持ち上げて、そう、膝曲げない、はい、ゆっくり縮めて、そう、逃げない逃げない逃げない、痛いけど逃げないです。かかと痛い、かかと痛い、そこからかかとをつけていく。もう一回、そう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 、じわーっとじわーっと、そう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 、そう、膝曲げないで、つま先立ち、ここ縮めて、ふくらはぎを縮めていきますよ。せーの、縮めて、そう、かかとつけるようにしてふくらはぎ伸ばします。あと2回、そう、ゆっくり肩で押し返す、肩で押し返す、最後、そう、かかとをもっとつける、もっとつく、もっとつく、そう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 、はい、オッケー。お疲れ様です。気持ちいい。北島康介の気持ちわかるわ。きつい。まあ、今日のストレッチはこんな感じで
ございます。いかがでしたか？いやもう非常に気持ちいいです。まあでもやっぱ辛いんですよね、はい、あのトレーニングもストレッチも本当辛いんですよ。でも辛かった分だけ自分はそれを続けたなって自信にもなるし、まあ、僕今こんな顔しててこいつ本当に楽しいのかよ楽しんでるのかよって思ってる方いると思うんですけど、あの結果が楽しければいいんです。結果体がね綺麗になってくれてれば、はい、そうですね、この苦労は良かったと思えるんで、はい、皆さんも嫌がらずに僕らと一緒にやりましょう。あのトレーナーさんとかの動画見てもいいしオンラインでもいいんで一緒にやりましょう。じゃあ今日はここまでですかね。はい、すいません、今日もありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いします。